Let's get started with day 7 for the month of April. Hi, everyone. I'm Steve Ceresi. And I'm Jenny Skidmore. Thanks for joining us. 今回は道具などの使い方を簡単な表現に言い換えて説明しましょう。その言い換えはこちら。ジェスチャーと like this。これを使えば難しい単語を知らなくても十分伝わります。では早速トレーニングを始めましょう。Let's get started with our first time trial. S-P-R Training! では僕の言う日本語を英語で表現してみてください。このようにを英語で言うとどうぞ。答えをここで特別に言います。見せながら like this。それを使ってこの表現を言ってみよう。扇子はこのように開きます。扇子のことはファンまたはジャパニーズファンでもいいんです。どうぞ。Good! 次はお箸について。お箸はこのように持ちます。どうぞ。いいですね。では、これから言う少し難しい文を like this を使って簡単に言い換えましょう。まずはカメラを縦にしてこう撮っていただけますか？どうぞ。そう言われたら縦ですね。わかりました。どうぞ。続いて、カメラは縦にしましょうか？横にしましょうか？行ってみよう。さあ、このような問題はあと2つあります。まず、食べ物、そして食べ方についても簡単に like this を使って説明しましょう。つけ麺はこのように汁につけて食べますよ。どうぞ。次は線香花火についてです。線香花火はこうして動かさずに持ちますよ。行ってみよう。Okay, how was your first round? Could you say all the phrases? Like this をうまく使えば、すべてスムーズに言えます。さあ、回答例をチェックしましょう。Okay, I'll say some sample answers now. So listen closely. まずこの表現。このように。Like this. 見せながら like this を使えば、道具などの使い方を簡単に説明できます。例えば、扇子はこのように開きます。We open the fan like this. わかりましたか ?We open the fan like this. 扇子のことはファンまたはジャパニーズファン。そして、このようにっていうのは、英語の場合は文末につけます。We open the fan like this.では次です。お箸はこのように持ちます。We hold the chopsticks like this. 主語を we にして、We hold the chopsticks. お箸は日本で一膳ですから、chopsticks と複数形で言います。続いて、カメラを縦にしてこう撮っていただけますか？簡単に言うと、こちら。Would you hold the camera like this? 目の前に相手がいる場合、like this を使えば簡単に言えますね。次はその返事です。縦ですね。わかりました。
Like this. Okay? 続いて、カメラは縦にしましょうか、横にしましょうかと聞きたいときも、こちらの表現。Shall I hold the camera like this or like this? 縦と横は vertically, horizontally, または up and down, sideways などがありますが、日本語の縦と横ほど日常的にあまり使わないです。続いて、つけ麺はこのように汁につけて食べますよ。We eat the noodles like this. もう一つ、線香花火ですね。線香花火はこうして動かさずに持ちますよ。We hold it like this. We hold it, または we hold this. あるいは線香花火のことは fireworks など言うんですけれども、この場合は it で大丈夫です。Okay. Did you understand those phrases? では、今学習したフレーズをもう一度テンポよく行っていきます。最初に日本語、そしてポーズがあってあなたが言う英語、その後回答例があります。We'll pick up the pace this time, so do your best. Okay, here we go! このように、Like this. 扇子はこのように開きます。We open the fan like this. お箸はこのように持ちます。We hold the chopsticks like this.カメラを縦にしてこう撮っていただけますか？Would you hold the camera like this? 縦ですね。わかりました。Like this. Okay.カメラは縦にしましょうか、横にしましょうか。Shall I hold the camera like this or like this? つけ麺はこのように汁につけて食べますよ。We eat the noodles like this. 線香花火はこうして動かさずに持ちますよ。We hold it like this. Okay, time's up. Well, how did you do? ジェスチャーと一緒にLike this. 練習すればするほど使えるようになります。Okay, your speaking skills are getting better day by day. This month's theme is sudden chat. 突然の会話でも大丈夫。So, see you next time on 英会話 time trial. Bye bye!